皆さんこんにちは。哲学者同士の和田哲也です。哲学者同士の純粋人間関係論講座、今日はその第40回です。今回はですね、形而上学とは何か、現実を超越する発想の必要性について、こういったテーマでお話ししたいと思います。で、文献紹介ではですね、カントの実践理性批判を取り上げまして、皆さんと一緒に形而上学について深く深く考えてみたいと思います。哲学を勉強すると形而上学という言葉をよく聞きますよね。普通の人には少々聞き慣れない言葉かもしれませんが、哲学ではとにかくよく出てきます。最初はちょっと意味不明に感じるかもしれませんが、現実離れした想像の世界を対象とするのが形而上学だ、このように推測できるのではないかと思います。したがって科学といったですね、現実の世界を対象とする学問とは大きく異なる、こういった印象を多くの人が持つのではないかと思うんです。言うまでもなく科学は現代社会での学問の花形ですよね。学問は全て科学でなければならない、こういった意見もあるくらいなんです。現代の様々な高度の生産技術や建築土木技術、通信技術等は科学によって生み出されたことは明らかであり、科学は人類に多大な福利をもたらしたわけです。これに対し哲学は役に立たない学問の典型のように思われている節がありますよね。また哲学理論の中でも、前回論じた分析哲学と言われている立場のように、事実の認識は科学に任せるべきであり、哲学は科学の基礎となる言語の分析に限るべきとの立場もあるんですね。このような立場から言えば、形而上学は否定されることになると思います。果たして形而上学は否定されるべき学問なんでしょうか。形而上学を研究する意味はどこにあるんでしょうか。今回は形而上学とは何か、この問題を考えていくことにより、形而上学の必要性、さらには科学と哲学の関係性、こういったことについて深く深く追求していきたいと思います。哲学とは何かについて、以前私はこの講座第1回、哲学とは何かで、前提となっている思考を乗り越えて根本理論を追求する学問、このように定義しました。私たちの日常生活は様々な常識や思考法を前提として成り立っています。通常であれば、その前提にのっとって活動すれば問題は生じないんですけれども、今までの常識や思考法では解決できない難しい問題に直面することも多いわけなんですね。その場合、普段の実務や生活で前提となっている思考を吟味し、果たしてそれが本当に正しいのか、それは本来どのような意味を持っているのか、こういったことを検討する必要に迫られてくるわけです。その時にその前提となっている思考を乗り越える、こういったことが必要とされてくるんですね。根本理論とは、普段実際に考えている様々な具体的なことを演繹的に導き出すことを可能にする究極的な理論のことを言います。ここに演繹とは、一般的普遍的な言葉から個々具体特殊的なものを導き出す思考法のことです。ところで、根本理論にはその人の世界観、人生観といったものが反映されます。なぜなら、前提となっている思考を乗り越えるときには、その人の生き様、主体性、こういったものが関わってこざるを得ないからです。しかしそれは外部の人から明確には認識できません。なぜなら、世界観、人生観はその人の主体的な内心の自由に基づいているからです。ただ少なくとも哲学理論の追求、すなわち根本理論を構築する際は、世界観、人生観が切っても切れない関係にあることは間違いないと思います。実はこの世界観、人生観の探求が形而上学という言葉が意味する内容の一つであることは否定できないと思うんです。それは世界観、あるいは人生観といったものが超越的な立場から語られるということを意味しています。なぜなら、世界観、人生観は自分を含めたこの世界全体をこう見渡す立場からこそ
獲得できると考えられるからです。この現実からの超越性、これが形而上学の大きな特徴であることは間違いないと私は思うんです。ところで形而上学、すなわちメタフィジカとは、もともと自然学の後の書という意味だそうです。アリストテレスの形而上学という本はですね、これですね、アリストテレスの形而上学、この本はアリストテレスの死も求められたそうですが、その遺構を編纂する際、それが自然学書の後に、自然学書の次に編入されたことがその語源なんだそうです。アリストテレスはこの自然学についても詳細に研究しているんですが、この形而上学というものはですね、第一哲学、すなわち物事の本質や実態といった存在を存在として考察する学、種々の存在の具体的な内容には立ち入らず、一般に存在と言われているものが持っている性格を探求する学を論じたものなわけです。ちなみに形而上という訳語はですね、中国の古典易経から捉えたそうです。形を備えていて感覚によって知ることができるものが形而下であるのに対し、形がなくて感覚ではその存在を知ることができないのが形而上という言葉なんですね。では以上申し上げたことを踏まえて、とりあえず形而上学を定義してみたいと思います。私たちは世の中の事物について日常的にも学問的にも様々な知識を持っています。そしてそこからさらに進んで、それらの知識を成り立たしている基本的な原理を求め、同時に世界の構造と人生の意味を捉えようとする、この知的努力が形而上学だとまずは理解されるわけです。これは山本誠先生の形而上学の可能性という論文で記載されていることです。このように事物といった事実の知識だけではなく、その基本にある原理、すべてを包摂する世界の構造、個々人の世界観や人生観、これら現実の世界を超越する真理を探求する学問、これが形而上学だと思います。さて、このような形而上学に対してはですね、その必要性の疑問が昔から存在しているんですねその理由は、形而上学の検討の対象が現実の経験をこう超越したものである点にあるんです。経験は人間の思考の根源であり、経験なくしてはどのような思考もありえない、いかなる知識もありえない、このように考えられるわけです。したがって経験を経由しない思考は空虚であり、誰もが認める客観性も存在せず、検討する価値がない、こういう結論にもなってくるわけなんです。以前この講座38回経験の本質で論じた通り、イギリス経験論の創始者であるロックは、生まれた時点の人間の心を文字を全く書いた拭われた書版タブララサで、観念は少しもないと想定しました。その上でどのようにして心は観念を備えるようになるかと問い、それは経験であり、経験に全ての知識は由来するとしたわけです。ロックは感覚の対象としての外なる物質的な事物と、内省の対象としての内なる私たち自身の心の作用、これだけが私たちの一切の観念の始まる起源だと言ったわけです。そしていつ人間が観念を持ち始めるかといえば、それは初めて感覚する時であり、感覚が観念を伝え入れないうちは心に観念はないので、知性にある観念は感覚と同時だとしたわけですね。このような考えに従えば、経験に基づかない超越的世界や原理を認め、これに依拠する形而上学は否定されることになると考えられます。ただロックは感覚を使用する理性的な主体の実在については疑いを持っていませんでした。これはデカルトの我思うゆえに我ありという合理論的思考をロックが引き継いでいることを意味しています。そして同じくイギリス経験論のヒュームは、理性だけではどんな初めての概念も効力の観念も
決して生じさせることはできないと主張しました。そしてヒュームは因果性といった観念は理性ではなく経験に効力の生じた個々の事例に起因してに過ぎないとしたわけです。因果性の推論には絶対的な必然性は存在せず、あくまでも蓋然的すなわち確からしいということに過ぎないわけです。さらにヒュームは人間とは思いもつかぬ速さで次々と契機し、絶えず変化し動き続ける様々な知覚の束あるいは集合に過ぎないと断言して、主体の実在をも否定してしまいました。したがってヒュームの立場からは形而上学は完全に否定されることになります。なぜなら外界の因果性といった真理は個々具体の経験に基づく蓋然的なものに過ぎず、精神も単なる知覚の束で実在するものでない以上、経験を超越した確実な真理など到底ありえないということになるからです。さて、このようなヒュームの懐疑論的な結論を踏まえ、理性といったものを徹底的に批判して、旧来の形而上学を否定して新たな形而上学を確立させようとしたのがカントなんですね。カントによれば形而上学は完全に離立する自然的な理性認識であって、これは経験による教えを全く超え出ていて、しかも単なる概念のみから成り立つ認識なわけです。ところがカントはこれまでの形而上学には学としての確実性が見出されていなかったと断言するんですね。カントがこのように考えた理由は、数学と自然科学の発達によって自然といった対象を経験に基づかず認識することは決して許されない、このように誰もが考えるに至った点にあるんではないかと思うんです。そこでカントは形而上学を復活させるため、すべての認識は対象に依拠しなければならないといった従来の発想を天文学のコペルニクスと同様180度展開しなければならないと考えたわけですね。対象が私たちの認識に依拠しなければならないと考えたわけです。これはカントの純粋理性批判で言っていることですね。常識的には認識は外界に存在する対象であるもの自体をそのまま受け入れて認識すると考えられますよね。しかしながらカントはですね、私たちから独立に存在している対象をそのあるがままに把握するんではなく、私たちのこの主観の中に経験に依存しない先天的な形式があって、私たちはこの形式によっていわゆる対象といえるものをこう構成するんだと考えたわけです。カントは何らかの仕方で触発されることで表象を受け取る受容性を感性と呼び、逆に表象そのものを生み出す能力、認識の自発性を合成と呼びました。表象とは意識に現れる対象のことです。感性がなければ私たちにはどんな対象も与えられないですし、語性がなければ何一つ思考されません。直感として対象を与える感性と与えられた対象を思考する語性、この両者が一体にならなければ認識は成立しないと、こういうわけです。このカントの発想は認識論的主観主義と呼ばれています。それではなぜカントはこのようなことを考えたんでしょうか。私たちの認識には経験的認識と経験から独立した経験的要素を含まない先天的認識とがあります。カントは先天的認識こそ確実なものと考え、先天的な認識をもとに理論の発展を意図したわけです。なぜなら学問は必然性と普遍性を要求するわけなんですが、経験は蓋然的で必然性普遍性を許さないとカントは考えたからです。これは先ほど論じたヒュームの理論を踏まえたものであると推測されるわけです。カントによれば判断は分析判断と総合判断に分かれます。判断は主語と述語からなるんですけれども、分析判断は述語の概念が主語の中に含まれている判断で、総合判断は
術後の判断が主語に含まれていない判断です。分析判断は全て先天的認識です。また経験的認識は全て総合判断となるわけです。ところが経験的認識には必然性はなく、先ほど申し上げたように蓋然性があるに過ぎません。そして必然的である先天的認識であっても、分析判断は新たな概念を創出するわけではないので、あまり意味はありません。意味があるのは新たな概念を導く総合判断であるとカントは考え、先天的総合判断こそ求めるべきものとしたわけです。カントは先天的総合判断はいかにして可能かということを検討することによって、形而上学が学として成立するか否かを考えたわけなんですカントによれば、数学の命題は経験に基づかない先天的判断なんですね。先天的総合判断は、例えば7プラス5イコール12というものです。7プラス5という言葉には12という概念は含まれません。また直線は2点間の距離の最短の線であるというものもあります。直線という言葉にはまっすぐという意味しかなく、距離は含まれていないんですよね。また自然科学での原理的命題、例えば物体界のあらゆる変化において物質の量は不変である、こういった命題も総合的であるとカントは言っています。物質という概念は持続性を考えることなく、単に空間を満たして空間の中に現存していることだけにもかかわらず、この命題新たな概念を加えているからですよね。先ほど申し上げた対象が認識に従うという認識論的主観主義は、この先天的総合判断を基礎づけるためにカントが考えた理論だと理解できるわけです。私たちの認識の対象が主観の形式によって構成されるということは経験によらないということであり、先天的総合判断を可能にすると言い得るわけです。ただですね、カントのように対象が認識に従うと考えることは、外界の対象であるもの自体は不価値になってしまうことは明らかですよね。認識が対象を構成する以上、物自体をそのまま認識することはできず、現象のみ認識するに過ぎないことになるからですよねそしてですね、カントは従来の形而上学を徹底的に批判していきます。感性によって得られた対象を構成する五性、そしてそれをさらに体系的に統一するのが理性であって、この理性が経験を無視してしまうところに形而上学が陥る、誤りが損する、こういったことをカントはこの純粋理性批判のですね、後半の超越論的弁証論という部分で詳細に論じているわけです。例えば霊魂といったものは存在しない、世界が有限か無限かといった二律背反は両者とも誤り、神なるものは存在しない、このように経験を超越した認識に基づく従来の形而上学の議論をカントは徹底的に否定しているわけです。それではカントが考えた新たな形而上学とはどのようなものなんでしょうか。以下このことを私なりに純粋人間関係論の観点をも踏まえてこれから検討していきたいと思います。先ほど申し上げた通り、カントによれば認識の場面では理性は経験を飛び越えることはできませんでした。経験の制約を無視した形而上学的議論は認識論では許されなかったわけです。しかしながらですね、実践の場面では大きく異なるんですね。実践はこの自由がその本質であり、未来へ向けとのものであって、実践理性にとって認識のような経験の制約は存在しないんです。カントは経験に制約されない実践の場における道徳法則に形而上学の必要性を認めたんではないかと私は思うんですカントはあらゆる人の人格の内にある人間性を手段としてではなく 目的としてのみ扱うべきといい、汝の意志の確立が常に同時に普遍的立法の原理として妥当することができるよう行為せよという道徳法則を主張しました。ここに確立とは意欲や行為の主観的な原理のことです。これはカントの今日紹介するこの実践理性批判で言ってることですよね。
各人の確率が普遍的立法に妥当すべきといった道徳法則、これがなぜ刑事上学を基礎づけるのでしょうか。それは主体的な人間の自由が無制約性といったものをその本質とするからであり、理性は経験の制約を受けるべきではないと考えられるからだと思うんです。刑事上学の対象は現実の経験を超越したものなんです。私は性の本流を意味する広がりといったものを出発点として人間の主体性といったものを表現し、個々の主体的人間を広がる自我と呼びました。生命体である広がる自我は常に生きる証、広がりの確証を求めています。物質代謝は物に対する広がりの確証であり、他者に対する広がりの確証は投げかけた言葉の意味を他者と共有することによって実現します。ここに意味とは言葉に対する主体の把握の仕方のことです。他者への広がりの確証の原点となるのは内心の自由なんです。それは自分独自の意味を創出するのであり、何かに制約されることがあってはなりません。制約されない自由こそ広がりそれ自体であり、性としての広がる自我の根源であるわけです。制約されない自由、この純粋の自由のキャンバスに個々の広がる自我がそれこそ自由に書き込むのが広がりの確証の論理の意味であり、それを他者と共有することが他者に対する広がりの確証となるわけです。そのためには経験の束縛から解き放たれている必要があるんですね。さて、この他者への広がりの確証は投げかけた論理が他者に受け入れられねばなりません。これは生命体である広がる自我にとっては絶対命令なわけです。したがって広がりの確証の論理にあっては他者は目的であって手段とはなりません。なぜなら意味の共有とは広がる自我の自発性、意思の自由を前提とするからです。意味とは言葉に対する主体の把握の仕方であり、それは自分の内心の自由を前提とすることはもとより相手の内心の自由をも前提とするわけです。相手の自由を尊重することは相手を手段としてではなく目的として扱うことに違いありません。そして自分の確率が普遍的立法に妥当するということは自分と同じ確率を誰もが有していることを意味し、自分が投げかけた広がりの確証の論理を誰もが受け入れるべきことを意味しているわけです。これこそ道徳的な意味での理想の世界であり、個々の広がる自我が誰もが望むものです。したがって道徳法則は絶対的に存在しなければなりません。道徳法則は自分を含めた万人に向けた規範です。その規範性は他者への広がりの確証の実現のためにあります。なぜなら他者への広がりの確証のための論理は他者とその意味を共有する必要がある以上、自分自身もその論理に束縛されるからですよね。したがってカントの主張する道徳法則は経験に基づく規範では断じてありません。道徳法則は経験以前の規範なんです。さらには既存の他者への広がりの確証のための論理も世の中には無数に存在しています。これら既存の論理に個々の広がる自我は自発的かつ必然的に拘束されるわけです。この拘束も実は経験に基づくものではありません。未来の広がりの確証に向けて自ら従う規範なんですね。このように一定の論理に互いに拘束される、ここには秩序といったものが存在します。この秩序の拘束力こそ道徳法則なんです。他者への広がりの確証が絶対命令である以上、道徳法則も経験に基づくことなく絶対的に存在するのであり、経験を超越する刑事上学の対象となるわけです。ここで次のような疑問が生じるかもしれません。なるほど、経験に依存しない道徳法則の存在はある程度は理解できた。しかしながら個々人が実生活において具体的な道徳判断を行う際、言うならば人生上の様々な問題解決を行う場面では経験に基づき判断するのが通常ではないか。したがって経験に基づかない刑事上学など
必要とされないんではないか、こういった疑問です。日常生活を思い出せば明らかな通り、例えば私たちの様々な仕事上における問題解決では、誰もが経験に基づいて様々な判断をしていると言えます。このことは決して否定することはできません。しかし経験に基づいてとはどのような判断のことを言うんでしょうか。ここで言う問題とは、簡単に言えば目標と現状との差のことです。社会の中で生きている人間は常に現状を超え出て目標を達成させようとしています。私流に言えば、個々の広がる自我は常に他者に対する広がりの確証を目標とし、新たな論理を他者に投げかけ、自分の意図した結果の実現を目指している、こういうことなんです。経験に基づくとは、以前にも同じことがあった、したがって今回も同じようにやれば大丈夫だ、簡単に言うとこういう判断だと思います。しかしながらですね、ここでもっと物事の根本に遡って考えてみる必要があると私は思うんですよ。実は問題を解決しようとする、解決しようという判断の方が経験に基づく判断より根源的なんですね。現状を乗り越えるといった意欲の発言こそ問題解決の源です。まずは広がりであり、新たな広がりの拡張の論理の意味の共有なんです。この問題解決を目指すことも判断であり、経験が活用されるのはあくまでもこの当初の判断を前提とするものなんですね。経験が活用されるのは問題解決の実行の時です。過去の否定できない事実を前提とするのが経験です。無数の過去の経験の中から問題解決に必要な経験をこう切り出し、そこに普遍性といったものを見出して、過去の実例ではない今回の事例の行動の基準とする、これが経験に基づく問題解決です。それではどのように過去の経験を切り出すんでしょうか。それはまさに現に新たに設定した広がりの拡張の論理に基づくんです。未来へ向けて設定した広がりの拡張の論理に基づいて、過去の無数の経験の中から普遍性を持った事例を切り出すわけです。実はここで重要となってくるのが、自分の設定した広がりの拡張の論理を客観的に見ると、こういうことなんですよ。ここに形而上学的な超越性が生じてくるんです。未来へ向けた超越的な観点から問題解決に向けての適合性を判断する必要があるわけです。それでは以上の検討を踏まえ、科学と形而上学の関係について考えてみたいと思います。冒頭で論じた科学はまさに経験を重んじる学問であり、経験された事実を理論構築の論拠とし形成されていると考えられます。実は科学も先ほど論じた人生上の問題解決における経験と同様に、無数の経験の一部を切り取って仮説としての理論を実証的に説明して、広がりの拡張のための論理の意味を確固たるものとして構築する、こういった理論構成だと私は思うんです。それでは科学においては過去の無数の経験の一部をどのように切り取るんでしょうか。それもまさに先ほど論じた人生上の経験における過去の切り取りと原理的には同じなんですよ。個々の広がる自我の構築した広がりの拡張の論理に従って切り取るんです。ただ科学の場合はですね、その構築された理論は多くの人に認められてきた普遍性、すなわち自然といった概念を前提にしているところが異なるんです。そしてこの科学における自然概念は極めて歴史的相対的な性格を持っているんですね。外界の対象をどのように把握するかといった自然学は、このアリストテレスの時代からありました。簡単に言えば、形相と質量の2つの概念により自然をこう全体として認識する方法、自然の本性といったものから自然現象を説明する方法なんです。すなわちこれも先ほど申し上げた自然の切り取り方の一例なんです。自然の本性の発言として自然の一部を認識するわけです。そしてこの発想が
西洋中世における神学的見地を貫いてきたと考えられるわけです。その西洋中世の神学的な見地に対抗する形で近代自然科学は登場したんです。近代自然科学は感覚的に経験できるものの中に普遍性を求め、それを数学と結びつけることにより経験科学として確立されました。自然現象のごく一部を切り取り、質を量に転換する数学の手法を用いて量的変化といった普遍性を有する仮説を打ち立てて、それを感覚的な経験によって実証することにより普遍的な理論を構築したわけです。実はこの近代自然科学を基礎づけた理念の一つがデカルトの形而上学なんですね。以前この講座27回身体と精神で検討した通り、デカルトは私は考えるゆえに私はあるという真理を哲学の第一原理としました。疑えるものは全て疑った上で、疑っている自分自身は否定できないとして、私は一つの実体であり、その本質はただ考えるということであり、したがってこの私は精神であり物体から分かたれているものである、このように主張したわけです。デカルトは精神の実在を見つめ、物体の本性は長さ幅深さなどの延長、すなわち広がりであるとしました。この広がりはこの純粋人間関係論で用いている広がり、デカルトの広がりですね。純粋人間関係ではこの広がりです。この純粋人間関係論を用いて広がりとは異なり、意思意欲を全く含まない物理的な空間なんですね。意思意欲はあくまで精神に含まれるわけです。したがって身体も全く物理的なもので、意思意欲を持たない単なる物体となります。意思意欲はあくまでも精神から発するものなんです。物体と精神、身体と精神の二元論、物体と精神のこの二元論ですね。これにより主観としての精神は自然界から超越し、自然界は客観的な対象となります。客観的対象としての自然は、それが切り取られたごく一部のものであれ、主観から独立した存在として客観的法則に支配され、数学と結びつくことにより普遍的な真理として認知されることになったわけです。このような考えは現実を超越する性格を持っているわけでして、一つの世界観であって形而上学であることは明らかですよね。したがって現代の経験科学もある一つの形而上学に基づいていることは否定できないわけですこのように考えていくとですね、形而上学の特徴の一つである世界観、人生観がなぜ必要なのかも明らかになってきます。前提となっている思考を乗り越える際に世界観、人生観は必要とされるんです。それは理由は何かという問いに対する回答の作成のためのものなんです。他者に対する広がりの確証の論理の設定は、他者との言葉の意味の共有を目的とするものです。個々の広がる自我はある特定の社会で生きている以上、その共有する意味には一定の方向が生じています。それが既存の社会の秩序の論理の体系であり、その論理を活用することが広がりの確証に結びついていくわけです。その時ですね、広がりの確証の論理の設定のため、この一定の方向を見定める必要が生じますよね。この場合、所属する現実社会を超越した見地から方向を見定める必要があります。その尺度こそ世界観であり人生観であるわけです。そして既存の社会を支配していた論理体系が変化する際、新たな世界観、人生観を確立させる必要が生じますこの場合、前提となっている既存の思考を乗り越えなければならず、ここでも世界観、人生観といった見地、現実を超越する発想が不可欠なんです。先ほど論じた近代科学の確立の歴史は、まさに今申し上げた経緯を実証するものだと思うんですよ。中世の神学的世界観を乗り越え、新たな形而上学を元にして、
新たな世界観、すなわち経験科学を基礎づける新たな世界観、人生観が構築されてきたわけです。以上、要するに科学にとっても形而上学は必要不可欠だったと、こういうことが言えると私は思うんです。今回のテーマは以上です。では文献紹介に移りたいと思います。今回紹介するのは、先ほど申し上げた通り、カントの実践理性批判です。本論で論じた通り、カントは実践理性においてこそ真の形而上学が確立されると主張しているので、この本を取り上げたわけです。宇都宮義明先生の役で、この本は分かりやすい訳文の上にですね、仲介もついていて、内容を理解するのに本当に助かりました。合わせてですね、この旗野誠一先生、篠田秀夫先生のこの岩波文庫の、岩波文庫も参考にしました。以前この講座第11回前途戦議でですね、道徳形而上学の基礎づけ、この本を紹介したわけなんですが、こちらはですね、禅とは何かといった問いから始まり、分かりやすくとっつきやすい記述だったんですけれども、この実践理性批判はですね、いきなり定義や定理から始まるんですね。で、極めて難解な記述という印象を最初は持たざるを得ないんです。しかしながらですね、それを乗り越えて読み進んでいくと、例えばその私の純粋人間関係論を基礎づける記述の方向であって、自分にとって大変得るものが多い内容だったわけです。この本の主張についてはですね、先ほど本論でも論じたんですけれども、まあ私なりに理解したことを以下簡単に申し上げてみたいと思います。快や幸福といった概念は感官に属するもので、経験に基づくのであり、未来へ向けての主体的な実践的法則足りえません。実践法則は意思の規定根拠であり、それは道徳法則であって、何時の意思の確立が常に同時に普遍的立法の原理として妥当することができるよう行為せよといった純粋実践理性の根本法則から導き出されるわけです。カントによればですね、道徳法則は絶対的に存在します。それは人間の自立、すなわち自由に他ならないのであり、自立こそが一切の確立、すなわち意欲や行為の主観的な原理の形式的条件なんです。純粋理性はそれだけで一切の経験的なものから独立に意思を規定でき、自立を通じて意思を行為へと規定していくわけです。このことをですね、私流に理解するならば、自由は広がりそれ自体なんですよ。人間の性を前提とする以上、広がりの確証も絶対命令であり、そのためには道徳法則は絶対的に存在する必要があるんです。なぜなら、内心の自由に基づき形成した意味を他者と共有しなければならない以上、共通の理念に基づく社会の秩序が不可欠であり、それを実現するのが道徳法則だからです。カントによれば、善や悪の概念は感性ではなく純粋な理性によって判断されるものであり、道徳法則に先立って存在するのではなくて、道徳法則を通じて規定されるものなんです。これに対し、快不快は理性ではなく感覚の対象であり、経験によってのみ決着されるものなんです。このこともですね、私流に理解するならば、理性は広がる自我の他者に対する広がりの確証の論理を形成するものであり、理性によって他者への広がりの確証も確認されるわけです。一方、快不快は感性的なもので、生命体である広がる自我の物質代謝がその典型であり、物に対する広がりの確証の実現を主に意味しているわけです。この本を読むとですね、未来へ向けての人間の自発性、言い換えれば主体的な人間の自由、これが思考の中心にあるといった印象を強く受けます。そしてカントは、認識における人間の能力の有限性と自由における無限性、この二つを対比、この二つの対比を強調しているんですね。私たち個々の人間は感性界に属すると同時に英知界に属しており、実践理性こそ英知界、すなわち物自体界へ導くものであり、それは道徳法則によるわけです。
さらにカントは最高善という概念を持ち出していきます最高善は徳と幸福とからなり、英知界の道徳法則と感性的な解を根拠とする幸福とに分析できます。理性は最高善を目指し、徳と幸福の双方を獲得しようとするんですが、徳は英知界の道徳法則であり、幸福は感性界の解といったものに基づくんで、この2つは二律背反的関係になります。この点、純粋理性批判でも自由と必然の理律背反になってるんですけども、実践理性においてもそれは同様なんですね。この場合、幸福の追求が有徳を生み出すというのは端的に虚偽だとカントは言うんですね。徳の真実が幸福を生み出すのは、徳が感性界における感性界における原因性の形式とみなされる限りにおいてのみ虚偽とカントは言うんですね。この意味で最高善は実践理性の真なる客観であり、最高善に関する意思の確立は客観的実在性を有することになるわけです。最高善へ向けた意思は道徳性において心の不死を要請し、幸福に関連して神の存在をも要請します。こうして道徳法則は純粋実践理性の客観であり、究極目的である最高善の概念を通じて宗教へと至るというんですね。それはあらゆる義務を制裁としてではなく、神の命令と認識するものであるわけです。このことも私流に理解するならばですね、最高善は個々の広がる自我の究極目的であり、それは広がりの確証が絶対命令であることを意味しているわけです。カントの言う神は、この絶対命令を発するものとして理解されてくるわけです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。今後もこのような哲学理論、労務管理の基礎理論、人生論、こういったことについてこの講座を続けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もお願いします。ではまたお会いしましょう。